無職歴11年、33歳男、大卒後ずっと無職。旅行と読書とサーフィンなどマリンスポーツが趣味です。最近は結構爽やかじゃねえ無職のくせに。なんでみんな生き生きとしちゃってんだよ、なんかみんな。おかしくねえ、だって大卒でも10年間以上無職なのにさ、趣味マリンスポーツってさ。無職エピソード。司法試験の予備試験の制度ができた年から10年連続で落ちていて、理論上世界一ですということでございます。はい。弁護士になろうと思って試験を毎年受けてると。で、その試験が始まった時からずっと落ち続けてると。はい。もうさ、絶対さ、受かんないと分かってるじゃん、本人。まあまあ、旅行と読書のサーフィンなどもされてらっしゃいますからね。まあまあ、無職を満喫してらっしゃる。はい。ちなみに、この方、4月にコロナウイルスにかかったということでご自愛ください。そっか。その無職のくせに家に引きこもってるとかしてないからね。そうそう。旅行とサーフィン行ってるから。基本的な無職だからね。はい。